皆さんこんにちは、堀川授業チャンネルです。今日はですね、東京ホームメイトカップ2023年開幕したんで、練習ラウンドということで、メンバーが木下涼介プロ、はい、阿久津美希也プロ、お久しぶりです、はい、勝俣亮プロです。よろしくお願いします。で今日は、ダブルスやろうと思います、うん、はい、おまあ、先輩2人ペアと後輩2人ペア、まあまあ、で僕でも気づいたんですけど、うん、この2人結構なかなかゴールデンペアで、うん、っていうのも勝俣は去年の、三井住友ビザのコンビですよね、うん、小俣キャディーと。ああ、はい、そうなんですね。でそしてミキヤは東京ホームメイト3位の時のゴールデンコンビです。ああ、はい、手強いな、はい、関根キャディーですっていう、このゴールデンペアで僕たちはまあ行きましょう、はい、これは別れたペアだ、別れたペア、初ペア、初ペア、初ペア、クスタマサミペア、はい、初ペアということで、じゃあまあ先輩後輩でちょっと、はい、負けたチームがもう昼ご飯、はい、はい、おごりたいと思います。何でも食べなさいよ。ルールは あそうだね、先週、先日、いつ、昨日、おととい、本当に先週、日曜終わって北九州オープン優勝おめでとうございます。あら、いや、前回の動画でね、あの何にも触れてないのにコメントで、うん、阿久津美希也プロ北九州オープン優勝おめでとうございますって結構来てて、あ、そっちですか。そう、ありがたいですね、 YouTube の方に、すごい、みんな見てる、ね、もう初優勝ですか、今季。今季初優勝って言ってますね、はい、ツアーでちょっとね、オープン競技、オープンってつくのでも初めてなんで。あ、そうなんですか、ね、じゃあプロ初優勝、去年 の、 あのウイングカップとか、あ、1日までやったやつとかはあるんですけど、はい、あとプロ新人戦もあったんですけど、はいはいはい、それも、3勝目もう優勝してからもういきなりなんかね、セーターの色がジャンボ尾崎さんみたいなねすごいね、もう変わったね。まだ火曜日やけどな、変わった、一番気合入った一番気合入った、練習ラウンド一番雰囲気出してるね。ルビとミキヤ靴に落書きされてめっちゃやってます本当に、あれいいよな、書けない、かっこよかった、あれいいよな、かっこよかった、ね、プレミアカーかっこいいですよね、世界に一つだけのルールは、ルールはチームの足したスコアです、はいはい、あ、足したスコア、ね、2ホールだから、もうどっちがもうボギーダボはもう必ず足引っ張るんで、ということで、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、おっしゃ、おっしゃ、よし、ドローしてこなかったな。でもまあ右サイドこれは大丈夫です。もう518ヤードのロングはね、うん、ほぼバーディー取っていかないと。うん、いきまーす。やばい。ちょっと上にスピン量多いね。飛ぶな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 。え、あ、大丈夫です。さあ、なんか風格が現れましたね、なんか北九州オープンチャンピオン、賞金200万円、伊藤さんと同じポスターに乗れますよ。おお、そうですね、はい、僕も去年優勝させてもらって、なんか久しぶりにオフ回ってなくて一緒に回ったらめっちゃ距離伸びてるね。いやいや、トレーニングされたんですか。トレーニングは、いや別にメニューを特別変えたわけじゃないですけど、視聴者のみんな今年は優勝してほしいって、みんな集中します。あ、すいません今年は優勝してほしいってみんな言ってますからね。活躍する姿を。おお、これは結構飛ばし屋のライン行ったよ。違うんだよ、そこじゃないんだよ。超えた超えた。左バンカー上越えました。飛ばし屋。さあ、本当の飛ばし屋来た。もちろん狙いはバンカー上。結構左バンカー上ってさ、左の木気にならないのこれ。ドロー系？勝俣だよ、大丈夫ですよ。さすが完璧、めちゃめちゃ完璧、これ完璧、完璧、完璧、おい、はい、もうバーディー取ってくるよ。まあこのホールはみんなもうバーディー取ってこないとね。オフはどんな感じで過ごしたんですか。いやー、まあ例年、まあ、僕そんなこのなんかチームに入ってるわけじゃないんで、あれですけど、まあ個人でやりながらも、まあ例年同様、あの片山慎吾先輩の合宿に1週間ほど宮崎お世話になりまして、はいはい、で今いろいろやって、はい、まあ、実質北九州オープンというのはもう開幕のこの前の週だからね、直前ですからね、だからもう優勝する、しかも10アンダーで優勝するということはもうしっかり整ってますね。整う、なんとか。いやでもミキはいつもさ、開幕の時結構整うんだけどさ、シーズンインしてからだん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 なんかいろいろあるからさ、課題なんじゃ、ちょっとさ、根をしっかりさ持ってさ、はい、あの土台をどっしと、幹の部分をしっかりして、まあ、その中で自分でいろいろやるんだったらいいけどね、はい、ちょっと今年お願いしますよ、優勝頑張りたいですね。もうミキが優勝した時はもう、あの
見ました、あの焼肉屋の YouTube 見ましたよ。もうすごい動画ちゃんと撮りますからお願いしますよ、はい、貸し切ってくれるみたいな、貸し切ります、はい、お店を、はい、お願いします。そして勝俣ブロー仕上がってる今季は結構いい感じですね。だって結構海外もいろいろニュージーランドとか行ったりして、はい、結果は良くなかったですけど、うん、なんか結構収穫もあって、なんかね去年シードをね1試合ビザ太平洋で取れて、はい、真剣に今年はなんか勝ちに来てるみたいな。いやマジで本腰入れて、はい、今季、まあ、初シードで1年間ツアーに出れるのが、はい、まあ、全試合出れるのは今年が初めて。初めてです。もう本気でなんか勝ちに来てる。結構この冬はやったよね。あのミキヤさんも一緒なんですけど、片山慎吾さんに指導していただいて、はい、ことの練習しました。おー、じゃあもう今年はもう勝ちますか。勝ちます。きたきたきた、はい、お願いします。お願いします。さあ先輩お疲れ様です。はい、お疲れ様です。去年は、まあ、ちょっと振るわなかったですけど、はい、今季はどうなんですか。まあこの開幕戦までに6、7試合かな。ですよね。含めてオフやりました。オフは正味年末年始の本当10日間ぐらいですよね、うん、もう12月にシーズンオフになったと思ったらもう1月ぐらいから、うん、そうだからシーズンインして10日ぐらいオフぐらいしかオフなかったね。ですよね、うん、タフっすね、まあ、試合体力的にしんどくないですか。やっぱり連戦になるときつかったから、はい、まあ、先週は1週間お休みいただいて、うん、まあ1週間だけですもんね。まあまあまあ、まあ、すごいのが必ず試合の週でもずっとトレーニングして、ね、毎日のように海外でもね。やっぱ海外ね、ご飯があんまり美味しくないんで絶対に痩せるから日本が絶対一番いいですもんね。日本が一番美味しい。帰ってきた時本当にまず吉野家行ったもん。間違いないです。めちゃくちゃ美味しい。吉野家感動的うまさありますよね。めちゃくちゃ美味しい。わかる。ほんまにやっぱり痩せちゃうから、まあ、トレーニングしてプロテインで。やっぱそうなんだ。はい、まあ、そういうのちょっと体重キープしながら今期ちょっとあの開幕から先輩ちょっともうガーンとお願いします。そうですね、ちょっと今期この中でちょっとね、はい、賞金上の方で争いたいですね。争いたいですね、はい、まあ、でも優勝争いしてみたいね。そうですね、確かに3、4人でね、うん、ちなみにあの予選ラウンド一緒よろしくお願いします。なんかミクムとは大体去年は前後が多かった。全部前後、全部前後で予選ラウンド1回もないです。はい、でならへんなって言ったら来ました。ついに来ました。このもしかして今年多いかもしれないです。真剣にやるから喋る。はい、真剣によろしくお願いします。じゃあ風が左から、はい、クラブは5番ウッドでいきます。これ大丈夫。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。優しい。うん、うわ風強いな。流れたね。おー、うまい。オーケー。止まれ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 。まあまあじゃないですか。オッケーオッケー。左からの風に対してありがとうございます。2オンしました。ロングホール2打目ですけど、もうここ来た時に、はい、木下さん的にはもうスコア的にはもうほぼバーディー取れるって感じ。まあバーディー分かんないですけど、ね、まあほぼ取りたいですよね。このホールは特に距離は200 238ピンまで。238すごいな、もうほぼバーディーって。まあでも 4.5 ぐらいのホールだよね、やっぱりここは。2回に1回ですね。優勝争いとかしてると絶対取らないとですね、はい、今年からウェアがパーリーゲイツです。あ、滑った。さあこれね、風が左からでね、ちょっと止まれ。あー、でもいいとこですね。あ、まあまあまあ一番いいとこです。はい、はい、ナイスショットです。ありがとうございます。飛んでるわ。左のバンカーここ越えてきて、まあ、落ちてるのはこの辺でしょうけど、まあまあ。セカンドが距離は210。俺らより28ヤードも前にいるよ。その右手と左手を離して素振り、そのするそのルーティーンはそのルーティーンは何か意図あるんですか。僕のクラブの通り道ですね、うん、悪い時がどうしてもこうやって来ちゃうんで、なるべくあそれをね、はい、意識して意識して、はい、何番アイアンですか。6番。はい、すごい520ヤード6番アイアンセカンドショット。うーん、いやー、そっちじゃダメ。グリーンの左サイドに。そっちじゃダメ。さあ今年もアクツか新アクスになりきれるのか、大丈夫かな。いい感じ。心配だな。もう僕たちの40ヤード以上前ですよ。520ヤードセカンド8番アイアン、198番アイアン。いや、これピン方向飛んだ。ちょっと左からの風でピンの右かな、弱いかな。
手前だ。まあでもラフだと難しいよね。ね、計算してフライヤーして距離ぴったりぐらいまで行くまでね。はい。今週のこの関根さんとのタッグっていうのはやっぱり一番良かった時の成績でお願いしますね。ありますね。最初に決めました。おお、はい。あ、そうなんだ。最初に関根さんに連絡させてもらって、あの年間のもちろんこことって話で。で、相性は？これですか。結構いい。悪いですよ。ね、僕が相性どうこう言ってるのか分かんないですけど、でも見た目はじゃない、あの見た目似てますとか言いたい。イメージはなんか結構2人でなんか仲良く喋っていい感じで、僕は潤さんがこう、いろいろ言ってくださることは、僕は全然あの、まあ、ベテランキャディーさんですからね、はい、言うことはね本当重みがありますから、経験が違うからね、経験違いますからね、やりやすいですね、あの細かいことやってくれるので、僕も細かくやりたいタイプなので、はいはいはい、でベテランキャディーさんってもうその辺の気遣いとかすごいよね。まあ、あの変な話、雨降った時とか、潤さんすごい。ああ、そうですね、確かに。すごい。めちゃめちゃ、まあ、その辺は本当なんか手際がいいというか。容量がすごい。そうですね。段取りとかが。ね、木下さん、もうジョンがちょっと女子の方に。渋子ちゃん行っちゃった。渋子ちゃん行っちゃったね。行っちゃって。で、僕がジョンだったら渋子ちゃん行きます。行くね。俺も行く。そっか。え、勝俣は今年、小俣キャディーは何回、何度か。前半戦4回。前半戦4回。おお。じゃあもうそこでちょっとぜひね、はい、勝ち損ねたからね。ぜひお願いします。ピンまでがだいたい25ヤードぐらい。持ってるクラブは58度。60度。はい。入れ。おお、ちょっと行っちゃったな。本人的には何点ぐらいですか。僕は40点。40点、はい。まあちょっとピンポジションがここはね、今日練習ラウンドで優しいんでね、ちょっとセカンド外しすぎましたね。外しすぎました。はい。上りですか下りですか。本当に微妙だけど、ちょい下りで見ます。最初ちょっと下りだね、はい、カップ周りがちょっと上り。何を意識しているんですか、こういう結構大きく曲がるラインは出玉ですか、落としどころですか。落としどころどれくらい転がすとか。僕この出る球、結構このスライス目の時にもう右に出ちゃうんですよ、ね、なんか気持ちがなんか分かんないですけど。そういうことね。落とし場所はもちろん決めてるんですけど、イメージより右に落ちちゃうんで、じゃそれをちょっとしっかり左にターゲットを置いて、はい、ちゃんとボールが止ま、打ち方もちょっとこう捕まえる感じで行きたい。ちょっと先週優勝したらだんだん理論がうるさくなってきました。聞いたのは何だったんだろうね。さあ捕まえる感じで打ったらもう右行ってますあらららら ら, ら右行っちゃった。まあまあですね、はい、ナイス。言っててこれですか。言っててそれだからね、はい、なんかさあいいとこですね。まあもうこれは9割バーディーですね。なんなら入れるよ。うわ、もう入れに行くぐらいな感じですよね、さあ。けどまあイーグルが見れるのか。風結構強いな。風嫌だね。はい。ちょっと不甲斐ないですね先輩、すいませんもうちょっと行ってほしかったですね。いや、どんまいです。ちょっと薄芝って本当にね、ちょっとのダフリとかがね、髪とかが結構影響するんで難しいですね。だいたい 10m ぐらい真ん中から下り。フック。うわマジか。うわ入ったかと思った。フックしちゃったじゃん。いやだからなんかもう握ったからフックと思ったら、うわぶん、マジか今入ったと思った。バーディみんな僕のこと連覇男っていうのやめてもらっていいですかさあ結構曲がるスライスライン。ちょっと打てず惜しい、はい、惜しい。 OK、 レイクナイスパー。
やや上りのフックどれくらいですかね。いや結構曲がると思う、傾斜すごい強い。必ずプロ、その辺が入り口で、うん、必ずプロたちはやっぱりボールとカップの間で一回素振りしますよね。傾斜をちょっと感じたい、うん、で大体この辺が通り道かなっていうの、うん、ナイス、さすがです、ナイスバーディーです。あれバーディーバーディーじゃないですか僕たち。あれあれあれ、これも外したら勝ちじゃねえよ、ね、もう2打取っちゃうからね。でもダブルスだから結構ね、そうそうそう、2打は全然ありますから、うん、さあ靴プロお願いしてる。まっすぐだ、お願いしてない。何ちょうるさいよお前。今このなんかお願いしてなかった。違うわ。入ってって、はい、さすが、ナイス、ナイスバーディーということで、阿久津勝俣チームが1アンダー、木下堀川チームが2アンダー、イエーイ。さあ次のホール行きたいと思います。行きます。451ヤード打ち下ろし、左からの風ですかね、はい、まあ、とりあえずヘアウェイキープを。ちょっとな、ヘアウェイだと思います。はい、ありがとうございます。5番ですか。5番ウッドでいきます。5番ウッド、はい、5番ウッドっていうのはどっちを警戒してるんですか。左のバンカーなのか右のバンカー。やっぱ右は消したい。あ、右消したい。右のバンカーでもなんか小さい松があるから。ありますね、それが嫌やから、うん、まあ左のバンカーならまだワンチャン狙えるかな。あ、そうなんだ。左バンカーだったら別に OK かな、うん。さあ左からの風に対して完璧、この方向ですね。あ、ちょっと手前、完璧です。はい、ありがとうございます。ナイスショ。これはこれはドローボールの阿久津選手がティーグラウンドをちょっと左余らせてティーアップしましたね。ってことは、この目の前に木があるにもかかわらず、ってことは、これもしかしてフェードボールですか。おいおいおい、阿久津プロフェード覚えた。ポケモンみたいに。これは強いよ。フェードで行くんですか。もう風に逆らわず行きます。おお、さすが。あらら、風に乗っちゃった。あらら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 、あらららららら、この方向飛んできました。素直に行ったです。風に乗っちゃった。ある意味逆らった。多分もう隣のホール。逆にどこじゃお前さ。お前風に逆らわずとか、お前風に乗っちゃって、お前隣のホールも隣だよお前。ひどいことするね。ね、あんな見た後に勝俣は元からフェードボールだからね、はい、クラブは4番ウッドです。4番ウッドって右バンカー越えていくの。いや、ターゲットは、ターゲットは正面のバンカー、正面のバンカー、はい、行かないぐらいの。 OK、さあこれもちょっとフェードボールが乗って右いっぱいに飛んできましたね。この方向に飛んできましたね今。大丈夫かな。はい、さあ暫定球。さあね、本来僕たちはねあっちのホールなんですけど、曲げるからミキヤ手前池なんだよね。だいぶ足元はねつま先下がりになってますね。でピン方向はこの看板の向こう側です。向こう側にちょろっとピンが見えるかな。さあこの悪いライからだいぶ左足下がり、距離が145ですが、まあ、一応狙えるからね方向は。さあスーパーショット見せてくれるのか。さあ打った球は、スタンドまで行きました。奥？奥です。心配です今季も。ピンまで160。ピンまで160。左フォロー。やっとホールに戻ってきました。お疲れ。何してたんあれ、隣のホールで隣の組に笑われてました。なんでそこいんのって。ちょい左、まっすぐに近い左、はい、クラブがピッチングで、ピッチング、はい、160ヤードフォローですからね。飛ぶね。やっぱみんなフライヤーを計算してクラブ持つんですね。
あ、ピンのちょっと左サイドに。うわちょっと手前、はい、でもフライヤー計算しないでクラブ持っちゃったら左奥ですからね。奥は最悪だから、まあ、それよりかはね、はいはい、まあまあフライヤーした手じゃなくてフライヤーをかけて打ちます。うわかかんなかったちょっといかなかった。勝俣亮プロのセカンドショット、これは1打差をね返せるチャンス。さあいい方向飛んでんじゃない。ちょっと手前、はい、ピンまで20ヤード弱ぐらいですね。これね、行かないわ。うわミス。ピンまで15ヤードぐらい、チップショット。ちょっと右に出てるね。ちょっとアプローチが今一つ。見せてください。しのぎ方っていうのはこういうもんだっていうの。お手本いきます。お願いします。でちょっとキャリー6ヤードぐらい出さなきゃいけないの難しいな。そうだよね、まあ、エッジのちょっと先に落として転がし気味で、はい、エッジのちょっと先に落として、やったやった、走った走った、結構走った。頼みますよお手本先輩。難しいよ奥からは下ってて、これむずいよ。さあ、うまく、うますぎたな。まあでも下りだから難しいですよね。スピン効きすぎた、はい、肩がっくり落ちてます。もうそっちまず入れてもらわないとね。ボギーですもう本当にこれだからダンスプロはって言われるんだよ。本当、お蔵入りにしたいけどストックないんでちゃんと出します。お、お願いしてるお願いしてる、めっちゃお願いしてる。入ってって入ってってお願いしてる。切れる。さあちゃんと安定のボギーですね。ちょっとちょっと、はい、OK、よいしょ、あれでしょいやいや、まだ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 これからだよ。まあ試合じゃ行っちゃいけないところに行ったんで、はい、いい練習になりました。いい練習になりましたね。試合さすがにあっち打たないでくださいよ練習ラウンドはちゃんとね、メモにもなかった、こうそうすように。さすがです。はい、いきます。はい、はい、ありがとうございます。ということで、ダブルス対決は、木下稜介プロ堀川恵と勝利です。ありがとうございました。ありがとうございました。3打差ですね、はい、不甲斐なかったよ、不甲斐なかった、全然まだリベンジ待ってます。お願いします。ありがとうございました。ブラボーみたいな、なんで上からなんだよじゃあ今期もみんなで頑張りましょう。お願いします。来年もいるようにお願いします。来年ここにいるか分かんないから、来年ここにいるかまだ確定してないから分かんないから、お願いします。ありがとうございました。OK です。はい、はい、ということで、勝負は勝っていただいたので、アプツビキア勝俣亮の、ご視聴となります。ありがとうございます。ごちそうさまです。北九勝負優勝したんでお祝いということで、あといきます。はい、ありがとうございました持ってきよった持ってきよったはい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。できよったで、こんなんで済まされた、しかもやめと